この中にまいちゃんとまゆちゃんが入ってます。 OK よー、ゆっくり言っていいよ。みなさん、おはようございます。じゃあもう、かちゃんも自己紹介していい？いいよ。好きな色はピンクで、それ言わんでいい、それ言わんでいい、いらんこと言わんでいい。自己紹介だからいいよ。自己紹介じゃないよ、これ。じゃあ、テントサイトご予約ですかね。はい、はい、ありがとうございます。これが注意事項、はい、2枚もんです。皆さんで読んでください。はい、これが申し込みです。フラットお店でございます。ははは。それで、今日は焚き火とかされますか？あ、はい。その方が、すみません、受付の方、あ、わかりました。はい、買ってきていただきます。お願いします。ちょっとこれ当てて。
もしも失敗したらバーンってメントスコーラ。これちょっと水があるけどバーって飲んで水だけ。僕送って。そっち持ってよ。うん。もんちゃん何？あ、これ入れとるんよね。あ、あれ入っとるんだ、それ。母ちゃま、そこでいいの？ここに来な、ここ。母ちゃん、ドア開けてもらっていい？水も一緒に入りそうだけど、ああ、いいよいいよ。水もちょっと飲んでもらおう。うん。冷たいと思う。あのね、すぐ冷えたっていうか、さっき。飲み物が？うん。子供は。そうかもしれない。うん。あの、なんかいいね。森永じゃない、なんかの、あカフェオレのなんかあの表紙みたいに。ほんまね。よし、行きましょう。ありがとう。赤ちゃんカルピスが溶けちゃってる。暑いけどね。体調悪い？炭酸がなくなっとる。うめえ。くそ、炭酸なくなりやがった、あいつ。歯医者さんめたんだね。え、なんで？いやいや、歯、もう芝がないから見てもらおう。もう思いたかったんやけど。もう、まだ。予約してないけど、待って取れてない。もちろん芝だったらどうするん？治療どうするのよ。どうするのよ。治療ちゃんといけんやろ。治療って治さんといけんやろ。ウィーンってかわいいね、俺ね。かわいいね。かいちゃん、じゃあとんかつくんもちゃんと持って行ってよ。うん、わかった。かい、もんちゃんとかいちゃんに画面を持ってきたよ。じゃあ、母ちゃん、金魚とか買っとってよ。かわいいよ。ねえねえ、母ちゃん、じゃあ部屋帰って、じゃあ母ちゃん、ね、金魚買って死んだら金魚食べよ。いや金魚食べたら無限にあれ、その方が金魚も嬉しいんじゃない？いや食べたら、ね、え、金魚食べたら寿命が子供の指示ね、何でも言ってるんだって、短くなるでもね、長くなるんよね。そうだ、知らん、母ちゃん知らん。金魚だって人魚だって、それは人魚人魚、人魚だけど、人魚って本当におるんかね。ベイ君ってまだあそこにぶら下がってるんじゃない？コウモリみたいに。ぶら下がってる。あそこに。いいね、この遊具。ねえ、なんか。こっちなんか落下、うん、なんちゃらって書いてある。落下って書いてある。落下高原っていうとこですよ、ここ。さっきのところに静かでいいね、やっぱね。いやいや、こっちの方が全然いいよ。ねえ。母ちゃん、よかったよ、こっち来た方が。静かの方がなんかそうさっき。そうですよ、そうですよ。静かに。あそこに書いてあるんじゃないの？ウサギが山に。ウサギおる。遊具どうやって行くんやろ。あれ？どうした？行けんねん、遊具。え？ほら、これ。マンチャラコーチャラ。バナイサイ。下から行かなきゃいけんってこと？どうやって行くんやろ。あ、来て。父ちゃん来て。ダメなんかな。こっち、多分ダメだと思う。来て。ダメっぽいね。マジ？あるけど老朽化しとんじゃないのこれ。なんかあれよね、夏のキャンプ場にしては珍しくバーベキューのお客さんがおらん感じがするね。あ、ほんまね。ちょっと見させてください。ここ洗い場じゃん。洗い場もね、結構綺麗なのやっぱ。すげえなんか管理しとるんだなって感じがするね、ここ。よし、行こうか。ねえ、かいちゃん、その音歌わんとって。なにそれ。それ、あの、もう慣れたいのか。あれ、かいちゃん。声が映るんよ、かいちゃん、それ。かいちゃん、歌って。
じゃあ料理の準備しますかね。はい。ちょっと待って、豚麺当てる。うん。これは巻き終わりさせたね。これは中華鍋のね。下の。よし、じゃあちょっと。よし、お伝えするぞ。料理のおさらいしよう。見てこれ。行こうか。うん。ちょっと来て。ん？これ大丈夫かね、これ。これ？これ。あー、ちょっとどけよう。やばい、水入れすぎた。いいよ、大丈夫大丈夫。パパ、夜じゃあ、ここでハム食べて終わると思う？あー、そうやね。待て、行こう。向こうに母ちゃんがね、お水用意してくれてるから。ああ。よし。いいとこだね、ここもね。うん。早くマシュマロ焼きたい。そうね。このぐらい？もうちょっとあれすごい？メスに炊いたことないけど分からんのな。ちょっとシミュレーションしようか。はい。これでカレーやるやろ、うん、で、これでひき肉を炒める。で、これでお湯を沸かす。これでご飯を炊く。で、下でピザを焼くと。それで行ってみよう。とりあえずね。とりあえずそれで行こうか。よし。お、いいんじゃない？ねえ。今何を見ましたか？でかっ。でっかいよね。だよね。ちょっと遊んで、ちょっと木の皮とか入れて。バスを食べてって言ったバーチが当たったんだよ。今日ね、まあ、今日これしかないけど、ね、ちょっとばしかね、やっちゃいけないんだって。そんなこと言った、バッチが当たったんだよ。お、燃えてきた、そうってのやったら。ねえ。てか、もうちょっと火の皮やったら。ねえ、すごい。うまい具合に真ん中、火力強くはなってるね。ねえ。うん。煮込み、カレーがそっちの方がいいんかな。まあ、今日はね、結構、まあ、栄養があるってあるよね。うん。それで、ちょっと何が起きてきた？ねえ、煙がね。この時にゴーグルがあったら。あ、ゴーグルあるんじゃない？ゴーグルあるよ。おい。ゴーグルやる？うん。めんどくさいな、お前。ちょっとどこ行くか。うん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 。どうやって取れないやつ、これ後でやろうか。うん、父ちゃん、シャワー入る？後でシャワーどうする？あ、そうや、レタス切らねえけんかった。お、こいつも切りたい。待って、切るの大好き。本物包丁？気をつけてね、これ本物包丁だってね。あれ、燃えるゴミ。いやいや、もう小さい。ちょっと、猫の手で持って。にゃんちゃんの手。にゃんちゃんの手。あー、怖い。これぐらい？そう。ズボンにすればいいんだったわ。忘れてた。そうで怖い。僕、こう、こうやってやって。にゃん、こう、くっつける。そう。え、こう。親指も気をつけてよ。うん。こう。
上手上手。はい、もんちゃんよろしく。あ、もう、ふーちゃんちょっとここで。あ、違うに行った方がいいかもしれない。これ、これ、手つきかわいい。そろそろ、かちゃん、カレーの元入れてもいいぐらい。まだ、まだじゃないかな。火が通ってないや。かいちゃんもシャドつけるレタス？うん。かいちゃんは切っていこうかな。こう、こう。こうだったらここが切れる。そうそう、そういうこと。切りにくいよ、それの方が。切りにくい。バシュって多分切りやすいけど。いいところあった。こうやって。ピザがもう、切りやすい。ね、ピザも OK。え、ここに乗せるん？ここ、ここに乗っけていこう。ここ？うん。できるかな？さあ、できるかな？いいじゃん。で、もう一個にも乗せてよ。そう。どう？ OK。上手。おー、気をつけていいよ。あ、大丈夫、大丈夫。いける、いける。よっしゃ、来た。クリア。これもうここに抜いてもいいよ。そう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 。よし。しゃ。トルティーヤここの上で焼けんかな。ちょっとやってみよう。出たいの。あ、ご飯できとるぞ。うん、しかももしかしたらそこ焦げよるかもしれん。大事。あ、しゃもじ持ってくるの忘れた。だけ肉少なめで。あ、とかしたか。いい感じいい感じこれ。そこだけやほんまに。いや、なかなかいろんな料理をすると忙しいね。忙しいね。忙しいが楽しいわこれ。ねえ、カレーいい感じじゃん。ねえ、いい感じになった。夏はやっぱカレーよ。よかった、うまくできた。よかった。もうちょっと人に行ってこっちは子供たちチームはキャラメルちゃんが作ったタコス。ちょっと薄いけど、どうかな。おいしい。じゃあ僕さんから入れようか。はい、トマトはちょっとアンチでしたね。カレーうまそう。美味しそうやね。でいいかどうか分からんけど、なんか大体こうやってなんか斜めにしとるよね。あ、何のためにこれをするんかは知らんけど、まっすぐなるようにかな。ってこと？燃えやすいんじゃない？それやっとったら燃えやすいってこと？そういうことなんかね。塩って振っとった方がいいのかな。あ、塩振っとった方がいいね、先に。はい、一回休憩しよう。どうするこれを？ゴリゴリ、ぐるぐる回す。反対側？
れなくなってもいいかね。あ、いい。こうやった方が早いでしょ。なるよ。アリのバス。とろー。アリのバス。とろー。アリのバス。とろー。びっくりしたね。石がいっぱい出た。大惨事。この辺はちょっと、もう戻すのはちょっと、あれだけ、いいね、うん、戻さんとこ。どうやってやったらいいんだろう。これで焼くは。なんかこう、宝石にまみれた感じでいいんじゃない？ねえ、うん、宝石魚みたいな感じでね。うん、新しいのが登場した。ねえ。こうやって乗っけてみるね。普通だったらこうやるよね。ねえ、まずこれで行ってみようか。そうか、それで乗っけて。一つだけ、母ちゃん、仲間外れの人さ、串も違う。うん、まじゃ、探せ。串も仲間外れや。まあ。水がこれくらいだったもん。これくらい？うん。ちょっと待って、これ、薪入れてから行くっけ。ちょっと待ってよ。コーラもいいけど、やっぱビールもいいよね。そうよね。じゃあタコスもいただきます。うん、よいしょ。でね。うん。あった？うん。よいしょ。もうそれぐらいじゃない。あ、焦げる焦げる。よし、落とす。これで焦げついたかね。こちらなるべく焦げないように。そうそう、結構遠くにやった方がいい。3秒くらいで終わろうかな。3秒。いや、3秒。3秒でいいや。大丈夫かな。炭のところ取る。それかちょっと取ろうか。ありがとう。こうやって、どうだ。ペンキュー。はい、たーぷん。もう作ってみよう。食べてみる。あ、大丈夫かな。うそん。まだお酒が残ってるもんで。あ、そっか。いただきます。全然焼いてないんじゃない？大丈夫？うん、これぐらいが好きなのか。うん、ここに炭ついた。炭しとか。大丈夫、食べて。いやいや、もういい。父ちゃんは食べて。父ちゃんね、お魚があるよ。まだ食べて。まあ今いらんのよ。食べて。わ。食べて。一回なくちゃけや。四つもお魚食べるん。いや。一つだけ。え、そうでも食べてみる。あ、いやいや、食べて。うん。石父ちゃん取って食べるんやけど、石は。石？あ、串？うん。いや。いや違う、この石。それ塩じゃけえね。え、この石取らん、これ石じゃない。塩で食べれるよ。じゃあいただきます。
仲間春するやろ、あ、うまい。え、顔食べれるん？ん？顔食べれた？皮？うん、顔。皮は父ちゃん食べんかな。お、お腹？背中。うん。ここ？そうそう。父ちゃんこの下？あ、ここ。うん。背中の辺？こういう肉？うん。どう？うん。このじゃん。うん。もっと？魚？うん。うまいよ。食べたい。頭はどうしよう。頭取ってあげようか。私でもお前やそうか。ちょっと書いてある。気持ち悪い。取りすぎや。冷蔵庫入れとく？冷蔵庫入れとった方がいいかもな。え、めっちゃ美味しい。あ、美味しい？うん。あ、よかったよかった。塩かける？かけてあるよ。うん。そうそうそう、この皮の肉食べよう。皮食べる？皮嫌い。父ちゃんおかわりってできんやろ。もう魚これしかないんじゃ。え、もうこんなに売れると思わんかった。ねえ、いや、みんなこんなに食べると思わんかったっけ。初めての魚でけ。アユって言います。川におる魚、海じゃなくて。じゃあまた今度取ろうや。ほんま涼しいね、うん、そうね、なんか向こうだったらすごい賑やかだったよ、多分。ちょっとね、賑やかっていう表現でいいのかどうなのかっていうぐらいだったからね。夜中まで賑やかだったもんね。うん、多分ね。よかった。いい感じの夕暮れになってきたな。ね。なんとかなってる。なんとかなってる。なんか父ちゃんさっきカブトムシって言ってた子おったよね。あ、カブトムシおるかねって言ったね。うん。パパ、夜じゃあここでカブトムシおると思う？あ、そうやね。待て、もうないやろ。虫取りのあれとかなってきてないしな。ねえ。けど、毎回キャンプで行ったのカブトムシはおらんて。いいよ。いい？いいよ。あ、やっぱり火つけるんやで。僕の仲間ってさ、みんなさ、なんか顔がさ、似てるんだけどさ、なんかちょっとなんか違うね。お花がない。お花がない。じゃ
丈夫。母ちゃん見て。なんかヨーヨーみたいな。母ちゃん見て、かわいいよ。あやを取ったんだ。プレゼント。これかな？お、いいじゃん。これって横にあったらちょっと燃えにくそうじゃん。で、うん、こうやってくっつけるってことね。あ、それでやっていい？うん、いいよ。こんなもんかね。こんなもんでいいんじゃない？とりあえず。それからアッパチュでもうこれ崩せるものは崩す。食べ物と食べ物ってあんまり。これしばらくねこのままでいいと思うよ。崩すのはもうちょっとしてからでしょうよ。うん。燃え尽きそうになってから。うん。美味しいかなと思って。外で食べといて。じゃあこいつ外出るよ。じゃあお湯が足りんかったらまたやろう。そうしようね。お父ちゃん、星が綺麗なんか星。綺麗な星が出た。あんまりないんやけど一応ある。飛び飛びよね。うん。よし、じゃあそれを入れていこう。これくらいかね。オッケーっていう系。こっち行くの、うん、同じような感じに入れてみてよ。あじるよ。うん。これはたこ焼きくんがトイレの前で見つけた戦利品です。おお、いいね。うん。よし、持って帰ろう。閉めとこう。クワガタってちゃんと育て方があるんかね。あるのかね。明日から買おうか。うん。ね。まさか今日クワガタ持って帰れると思わなかったね。うん。このお皿ごと明日持って帰ってね。手で持ってね。よし、じゃあ寝ようか。なんか父ちゃんそうして早く来てほしいって思ったんよ。心の中で父ちゃん。どういうこと？あれ早く来んかなって。あれカブトムシの時クワガタ。やっぱ大人用のタオルケットがいったね。ね、寒くて。あのね、あっちだったら大丈夫だったよ。あっちのキャンプ場やったら。ああ、そうよね。うん、もともとあそこ行くつもりだったけ。ここに来ると思わなかったけどね。まあね、うん。これが置いたらこでる。こでる。こでる。置いたらこでるね。リストップありがとう。
ソースと混ぜてね、勝手に混ぜんとってよ。分かった分かった。勝手に混ぜたら怒られるんだよこれ。また一日ずれたさせんてね。張り切ったらだね、うん、いいよ、それ使っても大丈夫だよ、うん、大丈夫大丈夫。おいしい、よかったね。おいしい、おいしい。いちごくん、クワガタ見る？見たい。これでクロワッサンがあるから、クロワッサンのこの真ん中を切ります。いちごくんって女の子、真ん中を切るよ。そう思ったわ、大ちゃん。そうかなと思った。うん、だからカブトムシ好きなの。ここ開いて、バナナとか、バナナを乗せて、生クリームを、みんな大好き、生クリームかけます。みんな大好き、そしたらチョコレートソース、そう、チョコレートソースをかけます。それで完成、出来上がり。もうちょっと子供、あ、あれ、あー、かけすぎた。いいよ、大丈夫、今日はかけすぎた目にしちゃって。うん、特別やで、特別やで。動画撮っとれてって優しくし、いやいや、そういうわけじゃない、キャンプに来とるけや。動画撮っとるけって優しくし。あと普通だったら、かちゃん、これ入るかな。めっちゃうまいやん。おいしいね。いや、あ、もんちゃんが上手っていうこと、上手っていうこと。ああ、そういうこと。うん、なんで書いてる。書いてある。あ、クリームの前にチョコレートが出た。まあ、いっか。だって宿題あと少しだから。いちごくん、それのお父さんもキャンプ行くね。そう思ってよ、ハードやれっけちーす。お兄ちゃんひどい。肌感冒だけ気づいてあげて。寒い。お兄ちゃんひどいね。まいちゃんの次にひどいね。まいちゃんもひどいけど。よし。まいちゃんちょっと。いちごくんごめんね。わかんない。何で汚れとるけど。でもわかんないよ。で、見て見てこれ。そう、充電のやつはちょっとおかしいの。うん、いいよ、持ってきてきた。あー、これ、行ってなかった、なんて。どうしてない？全部ね。うん、そうそうそう、で、ここから出よう。あ、なんかまだおる。これで持っていって、ここにもおる。ちょっと待って、コオロギ、コオロギ。だって前に十六ワガタ買っとったのに、クワガタ。ああ、そっかそっか。うん、持ってる。二十六ワガタは長野県かな。もうクワガタやて、クワガタ。ねえ。クワガタって、ほとんど怖いんだよ。ああ。よいしょ。まあね。なんか、さっき言ったの？あ、いや、なんか、わからんかったけど、ここに入れた。なんか、手が抜けそうで怖い、これ。どうやって？キャッチ。
じゃあ忘れ物ないかちょっとチェックしていこう。はい、さっきなんかちっちゃいトングとかもあったけど、はい。取ったら。よし、みんなちょっと忘れ物チェックしてもらっていい？うん、わかった。あのペグっていう釘とか、あとなんか忘れ物がないか。この下に落ちてます。下には落ちてないか。ないね。この下は落ちてないよ。え、もう帰るん？そう。え、パスメニューやりたい。パスメニューここで。ん？いや、ここだ。あ、もうじゃあ庭でパスメニューやろうじゃ。結局すごい荷物やね。すごいね。えらいこっちゃ。まあ枕とかね、枕が結構な場所取るけど、これあと着替えね。ね、着替えがね、冬はもっといるけんね。寝袋がいるけ、うん、はい、片手じゃ締めにくいのか。頑丈だけどね。頑丈だけどね、うん、よし、ちょっと締めます。よいしょ、帰りましょう。カブトムシ、このクワガタ、うん、取れんよね。あ、ここに来てなかったな、うん、そうだね、来てよかったね、今日はね、うん、結局ね、うん、たこやくんが最初のキャンプ場がいいって言ったけど、ここ来てもよかったやろ、うん、夏はええかもね、こういうカブトムシ、クワガタがおるかもしれんけど、うん、はい、そしてミニちゃんどうでしたか。どう、このスキンだよ。そこから遊んでいくよ。キャンプ面白かった。面白かったよ。面白かったね。はい、じゃあ次はキャラメルちゃんはどうでしたか。うん、タコスが美味しかった。カレーも美味しかった。カレーも美味しかったね、でも足が痛くてあんまり食べなかった。ピザーも、ね、ピザ、あー確かに。でも今日はもう乗った。豚も、豚麺ね。母ちゃんどうでしたか。よかった、ここでよかった。ほんまにね、ここでよかったよ。すごかったけ、うん、いやということでね、今日は帰りましょうか。はーい、はーい、それではさようなら。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。